めっちゃえぐるらしいよ。いつもの綿棒がなくなるぐらい。ここで得たこの宝物をね、絶対忘れちゃいけない。これは我々代表選手の使命だと思ってます。はい、お疲れ様でした。気をつけて帰りましょう。無事に全員日本に帰国しました。たくさんの応援をいただきました。本当にありがとうございました。フランス遠征で選手が感じたことをこれからまた地域に戻って4年後に向けて新たなスタートを切ります。これからも知的障害者サッカー日本代表チームをまた応援していただいて、これからもどんどんぜひよければ会場に足をお運びください。本当にありがとうございました。